皆さんこんにちは、清水春子と F キャットのゆいさんです。今日もよろしくお願いいたします。この子もね、もう4ヶ月になりましたね。早いね、大きくなったね。すごく大きくなりました。もうワンパクで、もう我が家の暴れん坊将軍です。元気なのはいいことなんでね、まあ嬉しいんですけれど、すくすくと育っていますということで、今日はたくさんの方にご質問をいただくイタリアのレストランの事情についてお話ししたいと思います。イタリアのレストランはチップはどれぐらい渡せばいいのっていうのはしょっちゅう聞かれることで、確かにガイドブックとか見てみても、チップはあなた次第ですみたいなところに答え書いてあるんですね。でもあなた次第ってのは一体どれぐらいなんだと、金額の相場がわからないので、どれぐらいってのもわからないし、どうやってあげたらいいのかもわからないし、日本はそういう習慣がないのでね。だから私は長年イタリアに住んでいて、事情がよく分かったので、それを皆様にお伝えしたいと思います。もう一つすごく大事なことが、イタリアのレストラン独特のオペルトっていう仕組みについてね。これはもう絶対にイタリアのレストランに行ったら必ず取られるもので、お会計を頼むと必ず出てくるのが食べたもの、それとプラスオペルト。それですごくいいレストランだと、そこにもサービス料としてセルビッツよっていうのがもう 15% ぐらい入ってます。それを全部加算したものがお会計として届くわけですね。でもまあ普通のレストラン、大体トラットリアとか、あとリストランって、まあ普通のレストランだったら食べたものプラス必ずコペルトっていうのが来るんですね。そのコペルトってのは何なんだっていうので、かなり多くの人たちが疑問に思ってることで、まあ確かにこれはイタリアのレストランしかない仕組みなので、観光客とレストラン側が揉めてるのをよく見ます。お会計の時に、このコペルトって何ですかみたいなね。一歩いくらぐらい払えばいいのかと、コペルトって何だっていうのを知っていれば、もうイタリアのレストランに怖いものはないので、戸惑うことも全然ないので、今日はお伝えしていきたいと思います。あと、もう一個チップ のスマートなかっこいい渡し方かっこいい渡し方っていうか、ウェーターが喜ぶ渡し方っていうのを、私もよくやってることなんですけれど、一番ウェーターが喜ぶ渡し方ってのはこうだなっていうのは長年の経験で分かったので、その渡し方をお伝えしたいと思います。ではまず最初にコペルトですね。コペルトっていうのは必ず支払わなくちゃいけないもので、分かりやすく言うとテーブルチャージです。でテーブルチャージってなんだってことになるじゃないですか。まあテーブル代というか席料ですよね。一回レストランに座っちゃったらもう必ず払うもの、レストランによっても違うんですけれど、まあ、大体 1.5 ユーロから 2.5 ユーロぐらいの間です。この頃はフィレンツェの中心街だと 2.5 ユーロぐらいのところが多いですね。だから2人で行くと5ユーロ、4人で行くと10ユーロ、それがいきなりお会計の時に出てくると、なんだこれはってなりますよね。コペルトってのは、まあ、テーブルチャージと言いますけれど、まあ、席料の中にはテーブルに着いた時に必ずウェーターが最初に持ってくるのがパンのバスケットなんですよ。パンがこう持ってあるお皿とかをね持ってきて、それは席料に入ってます。中に入ってるのはトスカーナパンとか、あとはスキアチアータっていうちょっと油で揚げてあるようなのとか、あとはなんかテーブルの上にある塩コショウ、あとはオリーブオイル、ビネガーとかも全てテーブルチャージの中に入っています。それはもう義務で払わなくちゃいけなくて、特に韓国の人の中でパンはいらないからコペルト払いたくないっていう人がいるんですよ。これはもう必ずパンは受け取らなくちゃいけないもので、コペルトは必ず払わなくちゃいけないものなので、それはもう拒否できないみたいなね。レストランに入ったらテーブルチャージは払わなくちゃいけないものと認識しておきましょう。ご飯を食べるじゃないですか。それでその後に、まあ、チップはどれぐらい浮くのっていうんですよね。ただサービス料っていうのは含まれていないんですね。でもアメリカとかと違ってイタリアの場合は義務ではないんです。置いていくのは義務ではないけれど、まあ置いていくのが、まあ、礼儀正しいってわけではないけれど、ウェーターに対しての感謝の気持ちですよね。サービスしてくれてありがとうっていう。だからイタリア人はそう、ありがとうね、本当にありがとう、すごく楽しかったよ、美味しかったよ、バイバイ、じゃあえって感じになるのでそう、日本みたいにどうもありがとうございましたとか言って、ああこちらこそっていうのじゃなくって、形とかお金で表してほしいんですよ、イタリア人っていうのは。
なのでまあちょっとあのチップとして置いてってあげると喜ばれるっていう感じなんですね。なので本当にあのサービスが悪かったら置いていかないっていうこともありえるんですね。イタリア人はね置いていかない人も結構いるけれど、でもやっぱウェイターさんのお給料自体が低いのでね、イタリアは感謝の気持ちを込めて、まあありがとうここまで運んでくれてね、でもあなたの笑顔は素敵だったよって意味を込めてちょっと置いてってあげるととても喜ばれるということですね。まあ大体1人2ユーロ 2.5 ユーロぐらい置いてあげるととても喜ばれます。だから2人で行くと5ユーロ、ここであのはっきり相場を言うと喜ばれる金額は大体そう2人で行って5ユーロ、5ユーロの札を残していってあげればとても喜ばれます。あの時々10ユーロとか置いてく人とかもたまにいるんですけれど、本当にもうその人のサービスがものすごくよくってきめ細やかなサービスでとてもあの笑顔が素敵でっていう人だったら別にそれでもいいんです。やっぱり感謝の気持ちは形で表してほしいと思ってるので、イタリア人でもあのだからちょっと多めに置いてってあげると嬉しい、ありがとうってことなんですけれど、私がはっきり言いたい金額は2人で5ユーロ置いていけば喜ばれます。2人で3ユーロとかまでもいいんですけれど、スマートなのが一番いい5ユーロかな、やっぱり、うん、これはもうはっきりここで断言しましょう。で、どうやって渡したらいいのっていうことなんですけれど、イタリア人はね、テーブルの上に置いておくことが多いです。ガイドブックを見ると手で渡してあげるみたいなのがあるんですけど、やっぱりね手で渡す人ってのはあんまりいないです、正直言って。時々いますよ、イタリア人のおじさんとかねいますけれど、そんなにスマートではないです、さっき言って。で、手渡しでってどうぞみたいな感じよりは、テーブルの上に置いていくっていう方がいいんですけれど、私が一番おすすめするチップの渡し方、例えば、2人でご飯を食べて、84ユーロぐらいとしましょう。そしたら、お会計って持ってくじゃないですか。その時に、持ってきてくれたトレーに90ユーロとかを置くんですね。それで、もうこのままでいいよって言ってあげると、って言って、ああ、どうもありがとうございますみたいな感じですごく喜ばれます。それが一番多分スマートだと思います。多く置いていくからお釣りはあなたが受け取ってねっていうやり方が一番私はすごくエレガントな渡し方だと思いますし、ウェイターさんがありがとうみたいな感じで一番喜ぶ渡し方ですね。ねえ、いいちゃん、そうだよね。これでどうぞっていうのはイタリア語で簡単にアポストコジとか言って、まあ、これでいいですよって言うと、どうもありがとうってすごくみんなに喜ばれますので、皆さんもイタリアのレストランに行った時には釣りをちょっと多めに置いて、お釣りはあなたのものですからねっていうふうに言ってあげるととてもエレガントだと思います。はい、そういうことでイタリアのレストランについて多く聞かれる疑問についてでした。これでね、チップルとは必ず話すようなもの、チップはどれぐらいなのかっていうのが伝わったんじゃないかなと思って、これでイタリアのレストラン行っても全然戸惑うことないと思いますので、皆さんイタリアのレストランでイタリアの料理を堪能してください。で、あのイタリア人の質問がありましたらコメント欄からお知らせいただけると嬉しいです。ということで今日も最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。